小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんこんばんは、安田雅史です。今オープニングで流れている楽曲は、前回ゲストにお越しいただきました、はい、アコーディオン奏者の吉岡梨沙さんの所属ユニット、はい、めぐりさんの楽曲で名曲です。はい、11月9日に新興ミュージックよりアコーディオンというアルバムがリリースされておりますので、ぜひお買い求めください。さてもうね、はい、11月も半ばということで、もう、はい、秋といえばね、はい、食欲の秋、はい、芸術の秋とこういろいろありますけれども、はい、そして読書の秋ってありますね。安田さん、こう読書の秋ということで、なんかこう本は読まれたりとかしますか？はい、僕が読んだ、まあ、本、まあ、今更ながら感がすごいんですけど、はい、リアル鬼ごっこという、あ、はい、まあ、多分そう、はい、結構どれぐらいだろう、ですね、3枚ぐらい、そうですね、リアル鬼ごっこという本なんですけれど、はい、山田雄介さんという方が書かれておりまして、はい、 まあ、それのデビュー作なんですけれども、あ、デビュー作か、はい、そういえば、はい、発行された日が、まあ、2001年の12月15日だそうで、2001年、そうなんですよ、結構もっと前だ、もう昔なんですね。へえ、はい、でも僕知ったのがもう映画が2008年、あ、はい、ありましたね、まあ、その頃ですよね、はい、僕たちは多分そうですね、はい、でそこから読もうと思って、はい、読んだのがもうこのリアル鬼ごっこ。あ、はい、なるほど。そうなんですよ、映画はちゃんと見て、はい、面白いなってなったんですけど、はい、なかなか原作の方を、はい、ちょっと手出せなかったので、あ、まあ、今回ちょっと読書読んでた、まあ、読書の秋に一年読んじゃおうみたいな感じで読ませていただきました。へ、はい、逆に、はい、小林さんは？あ、僕はですね、こうずっと好きな本があって、川村元気さんの世界から猫が消えたならっていう本があります。はい、映画も佐藤健さんとか、はい、宮崎あおいさんが、はい、出演されてらっしゃったんですけども、はい、結構その本の、なんていうんですかね、その主人公の僕っていうのが一人暮らしで猫と一緒に住んでるんですけど、はい、こう突然こう寿命を残り1週間だって言われて、はい、でなんか家に帰ったら自分そっくりの悪魔がいて、でなんかこう、お前明日死ぬよみたいな言われちゃって、1週間もないよって言われて、ただ行きたいでしょって言われて、こう何かを得るためには何かを失わなければいけないみたいな形で、こう何かを世界から消して自分が一日生き延びるみたいな、そういうこう、なんていうんですかね、その失う、世界から消えるものがその主人公の大切なものだったりするっていう、こうすごい考えさせられるというか。なるほど。そうなんですよね、すごい感動して、もう本読みながら泣いて、映画も見させていただいたんですけど、もう、はい、ボロボロ泣いてみたいな感じ、すごい感動する作品なので、ぜひね、皆さんも、はい、安田さんもぜひぜひぜひ、はい、もう、なるほど。僕タイトルだけは知ってたんですよね。あ、そうなんですか。どういうことなんだろうって思ったんですけど、今聞いて、うわすげえ、読みてえって思いましたね、はい、果たして猫は消えるのかっていう感じなんですけど、そこも楽しみの一つということで、はい、早速ぜひぜひコーナーの方に行きたいと思います。はい、はい、じゃあそれではまず一つ目のコーナーは小林さんの名物コーナー、名物、はい、今月の食いしん坊のコーナーです。はい、このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴衆エリア、浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいてご紹介させていただくというコーナーです。はい、この番組をお聞きのお客皆様の中で万博メニューが大好きな方や、はい、彼氏や旦那様、お子様など食べ盛りの方にぜひとも参考にしていただければと思っております。はい、今回はですね、浦安市富士見にありますプルプル55さんにお伺いしました。はい、カタカナでプルプルに、はい、数字の55と書いて、はい、プルプル55と読むこちらのお店は、はい、JR 新浦安駅北口から、はい、浦安駅入り口行きのバスに乗って、はい、東海大浦安高校前で下車して、はい、セブンイレブンがあるんですけど、それを右手に富士見交番方向へ約200メートルほど進むと右手にございます。はい、お店の前にはつけ麺だったりラーメンとか、書かれた旗が立っており、はい、入り口の上には焦げ茶の看板にですね、白い文字で濃厚つけ麺プルプル55と書いてありまして、すぐに分かるかと思います。はい、店内はカウンター9席のみとなっておりまして、はい、客席にはこちらのお店ならではの
つけ麺の食べ方という張り紙がありました。そしてこのそのカウンター席の机の上にですね、はい、なぜか、IH 調理器、はい、あのクッキングヒーターみたいな、はいはい、あれがあったんです。置いてあったんです。はあ、はい、で注文は、食券制となっておりまして、はい、つけ麺やラーメン混ぜそばの他に満腹コースや女性盛りコースというのがあって、はい、あまり多く食べられない方にも安心してご利用いただけるお店となっております。はい、価格帯が、麺類が830円から980円でご飯が100円からとなっております。はい、今回僕がその中から、特の極の満腹コースをチョイスしました。はい、そして運ばれてきた、そしてなぜか金属製の器に入った漬け汁がですね、はい、魚粉が上にまぶしてありまして、はい、風味豊かな魚介の香りがしていました。はい、一口こう漬け汁に麺をつけて食べてみると、先ほどまで香っていた魚介の香りがより一層濃厚に口の中に広がり、はい、麺も中太のもちもちのツルツルの食感が印象的で、はい、とても病みつきになる組み合わせでした。はい、箸を進めながら改めて店内を見たところ、発見機の向かい側に卵の入ったカゴが置いてありまして、セルフサービスで1人1個生卵が無料でサービスされてるんですね。いいですね。はい、で、先ほどご紹介させていただいたこのお店ならではのつけ麺の食べ方を丁寧に読み直してみたんですけども、はい、こちらあのご飯とセルフサービス の, その生卵をつけ汁の中に入れて、はい、そのつけ汁を器ごとテーブルの上にあったその IH 調理器に乗せて再加熱するという、このためにその金属の器とそして IH 調理器があったんですね。必要だったんです。はい、で、麺を全て食べ終えたところでこのお店のオリジナルの食べ方を挑戦しました。はい、ちなみにあの僕が注文させていただいた特の極の満腹コース、はい、にはつけ汁、つけ麺とつけ汁の他に、はい、チーズとご飯もついてくるんですね。はい、でそのオリジナル食べ方マニュアルを参考にチーズリゾットを、はい、完成しました。麺と一緒に食べた時よりも卵を入れたことによってこうちょっとマイルドになったつけ汁がですね、はい、ご飯とチーズとの相性が抜群で、これもまた病みつきになりそうでした。はい、今回はプルプル55、プルプルにカタカナでプルプルに数字の55と書いてプルプル55さんにお伺いしました。はい、営業時間が11時から 15時と17時半から21時30分となっております。ただしスープがなくなり次第終了とのことです。はい、定休日が水曜日となっております。はい、住所が千葉県浦安市富士見 1-15-6 です。はい、ぜひ皆さんも満腹になってください。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。改めまして現在放送中のはじめの2夫、担当は安田雅史と小林誠也の新人俳優2人でお送りしております。さて今月は2回ともスペシャルゲストの方をお迎えするということで、はい、勉強になりつつも緊張しておりますが、はい、ゲストの方スタジオにお入りいただいております。はい、人気コスプレイヤーの北野しおりさんです。北野しおりです。よろしくお願いします。お願いいたします。それではね、こう今回もねたくさん質問、はいはい、させていただきたいと思います。はい、それではまずは今回のゲストの北野しおりさんのプロフィールをね、安田さんから簡単にご紹介させていただきます。安田さんお願いいたします。はい、北野しおりさんは千葉県のご出身で、現在は大学の服飾の勉強をしながら、はい、関東圏を中心に、まあ、カタカナでセリーナという名前でコスプレイヤーとして活動してらっしゃっています。そしてなんと先月からここ市川うららFMさんで毎月第2第4日曜日お昼12時からうちの事務所の先輩佐藤美久さんと北野しおりのリアルドライという番組にメインパーソナリティとしてご出演されてらっしゃる今注目のレイヤーさんです。はい、そしてゲストにお越しの皆さんにお断りしているんですが、お忙しいところ僕たちの番組にゲストとしてお越しいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。ということで、早速どんどん質問してまいりちゃう、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ではいきます。早速なんですが、北野さんがよくやられるコスプレはどういったものが多いんでしょうか。あ、なんかゲーム系が多いですね。アニメよりもゲームか漫画が多いです。あ、なるほど。はい、
なるほど、ゲーム系が多いということで、はい、じゃあそれもう一つ聞きたいんですけど、はい、コスプレを始められたきっかけとか、はい、なんか大学の友達にあの一緒にやろうよって言われて結構軽いノリで始めました。はい、はい、はあ、なるほど、軽いノリだったんです。軽いノリで、はい、やろうよって言って あ、はい、あじゃあやろうかなみたいな。へー、なるほど、なかったんですね、そういうみたいな。なかったですね、へーやろうかな、へーみたいな。あ、へー、結構ノリ気というか、スムーズに。へー、だそのコスプレをされる上で、はい、一番ご苦労なさった点とかっていうのは、あ、なんか、はい、あのやっぱ衣装とかウィッグの準備に時間とお金すごい費やすのが大変でした。あ、なるほど、時間とお金、学校も行ってるんでなんか時間を確保するのが、そうですね、はい、そうですね、作ったりとかするもんです。そうですね、あ、素朴な疑問なんですけれど、はい、まあ、他の人とクオリティをやっぱり比べられたりとか、はい、やっぱり、まあそうですね、それ多分みんな、私もしますし、私以外のみんな結構他の人のクオリティ見たり、はい、見てあーって思ったりするかなって感じです。まあでも勉強にもなりますもんね。そうですね、あれいいなとか、あれなんかすごい見栄え悪いなとか、あ、他の人見て結構参考にはなります。あ、なるほど、はい、じゃあそのいろいろなイベントや、はい、撮影会などにも参加されてらっしゃると思うのですが、はい、次のイベントでは新しいコスプレを着ようって、はい、こうどういうきっかけで。あ、それも結構ノリで、ノリか友達同士で、え、はい、あれやろうよってなってやるって感じですね。あ、そうなんですね、はい、こうじゃあ逆にこうその友達と話されてる時に、はい、あの今回も同じでいいっていうのはあったりとかするんですか？全然あります。なんかキャリーケースに荷物とか荷造りしないといけないんですけど、はい、なんかそれがめんどくさい時は、はい、友達と、あ、前回のままでいいよねみたいなあの、前回のキャリーケース荷造りしたままでいけるし、それでいいよねみたいな、あ、楽だからっていう意味も込めて。そうです、時短と楽さと。なるほど、そうですよね、はい、時間、そうですもんね、意外とぶっちゃけられる。ね、聞いた話なんですけど、はい、衣装は基本ご自身で作られるって、はい、聞いたんですけど、はい、生地や、まあ、武器、はい、まあ、持ち道具ですね、はい、の材料は、まあ、どういったところで買う？あ、そうですね、なんか、まあ、衣装とか武器買うこともあるんですけど、自分で作るときは大体日暮里、なんか日暮里って繊維以外問屋さんあって、あ、はいはい、種類もいっぱいあるしすごい安いんで。そうなんですね、はい、あとは池袋、はい、あ、池袋、はい、はい、なんかそんなイメージありますけどね。そうそうそう、なんかオタクシティ2つあると思うんですけど、そうですね、池袋か秋葉原。あ、はい、でもなんかコスプレの道具買うのは池袋かなみたいな。あ、はい、なるほど、そうですもんね、日暮里だとこう生地からもう量り売りで売られてたりとかしますよね。あ、そうなんですよ、すごい。その武器買うって言ってたんですけど、はい、武器を買う場合は作るあれ、はい、作るではなく買う場合っていうのは、あ、私武器作れなくって、あ、なんか造形、なんか立体物作るの得意じゃなくって、はい、アマゾンで買っちゃいますよね。あ、なるほど、ポチっちゃう、ポチっちゃう。基本衣装を自分で作るっていう感じですか？まあ、基本作りたい気持ち、気持ちいい。なるほど、買うこともある、はい、はい、形買うこともある、はい、だから今までのそのコスプレイベントに参加していて、はい、こう一番恥ずかしい失敗とかっていう経験とかは具体的にございますか？はい、恥ずかしいっていうか、はい、あのウィッグ忘れちゃって、あ、ウィッグを、そう、どうにもならないっていうのはありますね。へー、つい最近なんですけど。しかも最近なんですか？友達と合わせって言って、あの、はい、例えばジャイアンとスネ夫のコスプレするみたいな、あの関係性がある人たち、はいはい、で友達とやるはずだったんですけど、友達すごい頑張って用意したのに、はい、なんか私だけ頭ウィッグ忘れちゃって、はい、何もできないみたいな、努力が水の泡みたいなのありました。最近、うわ、それはちょっと悲しいですね、用意してきたのに。本当に私服でうろうろして終わりました。もう衣装も着ずに。あ、そうですね、付き添い、ただの、ただの付き添いでした。へえ、なるほど。まあ、ズバリ、はい、まあ、北野さんにとってコスプレの魅力というのは何でしょうか？はい、私すごいコスプレの魅力って、はい、あの変身、女の子って結構変身願望ある子多いと思うんですよ。小さい頃お姫様になりたいとか。ああ、なるほど、あ、なるほど、はいはい、なんかそういうのが叶えられるかなみたいな、なんか なりたい他の人になれる、はい、のが魅力かなみたいな。確かにそうですね、言われてみれば。そうですね、言われてみれば好きなキャラクターになれるってことですよね。そうなんですよ。あ、
そこが一番の魅力だと。が楽しいかなと思います。なるほどです。じゃあそれではね、この辺りで新しく始まった番組、北野しおりのリアルドライについてちょっとお話を伺っていきたいと思うんですけども、こちらの新番組はどういった番組か、ちょっと視聴さん、なんかコスプレって、夢見るじゃないけど、なんか2次元を3次元にする、夢 見るなんか趣味だと思うんですけど、それについて結構なんかリアルな裏側とか、はい、なんかぶっちゃけ話をいっぱいしようかなって思ってます。おお、コスプレの、まあ、確かに僕たちのこういうギャラリーは、あれですもんね、そう、いいところしか見えないですもんね。そうやらないと分かんないことってあると思うので。結構あります、逆にあれですね、その今からコスプレやろうかなって思ってる人とかは、もうぜひとも上さん、こう聞いて、すごい参考になると思う。これがコスプレの世界だみたいな感じですね。そう暗黙の了解みたいな。それ知った上で入れるの強みですね。いや強いですね、確かに。逆に見るのも楽しくなりそうですね、コスプレも。そうですね、なんかそういうの踏まえて見れるからいいと思う。それいいですね。そうですよね、僕たち裏側なんか一切見れないですよ。見れないんですか、絶対見れないところですから、それも経験しないとわからないところなんで、ぜひ皆さんも聞いてほしいですね。そして、もう1回目の収録は終わったそうですが、まあ、正直初めてこのマイクの前で喋ってみていかがだったですか。なんだろう、なんか顔の見えないリスナーの皆さんに向かってお話しするのってすごい相手の反応もわかんないから、すごい緊張するかなって思ったんですけど、一緒にやってる佐藤美久ちゃんのおかげもあって、すごい楽しく収録することができました。なるほど、すごいですね。僕たちもう一回目は僕たち本当に緊張してガチガチでっていうのがあって、そうなんですか。あわあわしてたみたいな。そうですね、もう一回目から楽しんで組めたというか、すごいなんか軽やかに進んで。じゃあ毎回その収録楽しい感じで、はい、楽しくしたいと思います。そうですね、今質問こう答えてる間もすごいリラックスというか、そうですね、自然な感じですね。質問してるこっちが緊張してるみたいな。ですもんね。いやでもこの新番組のね、その北野しおりのリアルドライは、具体的にこうどんなコーナーがあるというのをお聞きしてもいいですか。まあ、さっき言ったのちょっとかぶっちゃうんですけど、なんかコスプレの裏側、裏側とか、あと乙女ロードの話を里美久ちゃんがしたりですね。あとなんかコスプレイベントの情報とかも、大きい今月こういうのありますよっていうのもなんかお話ししていこうと思います。なるほど。じゃああえてお伺いしますが、まあ、ご一緒に番組を進められている、まあ、うちの先輩佐藤美久さんとはどんな方でしょう。なんかすごいしっかりしてて、話とか回すっていうか、進行役って感じなんですけど、すごい私のブレーンって感じです。私が暴走しないようになんかちゃんとなるほど仕切ってくれるみたいな、頼れる先輩だな。確かにそれは優しい。そうですね、すごい感じますね。同じくですね。ありがたいです、ありがたいです。ではね、このあたりで今回のゲスト、先月から北野しおりのリアルドライという番組、新番組がスタートしたコスプレイヤーの北野しおりさん、ライジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。コスプレイヤーの北野しおりです。この番組ではコスプレについて楽しくいっぱい話題を触れていこうと思うので、頑張るのでよろしくお願いします。頑張ってほしいですね。でもなんかさっき緊張しないっておっしゃってたんで、多分すごい多分まとまってるんでしょうね、僕たちみたいな感じで。ゴダゴダじゃなくて綺麗にあとミクさんもいらっしゃいますし、はい。ということで、今月のゲストは、先月から毎月第2、第4日曜日お昼12時からの放送の北野しおりのリアルドライのメインパーソナリティ、コスプレイヤーの北野しおりさんでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さん応援とともにどんどんお便りをお願いいたします。そしてメールの送り先が各番組今月から変わっておりますのでご注意ください。メールアドレスが info@plus-vox.co.jp info@
plus-vox.co.jp 初めの2分までお待ちしております。それでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。